どうも、キューティーの願いモードです。おらしゃ、バナナわいせつ様神格化するというわけでですね、今回マズラビーで都市伝説シリーズでございます。えというわけでですね、令和のミスター都市伝説ミスター関を呼んでおります。うわどうぞこんばんは。なーぜぜーミスター関、痴漢がいらっしゃいます。いらっしゃらねえ今回の都市伝説は、各地で発生している大量の果物盗難事件。この事件は、あなたも犯罪に巻き込まれているかもしれない。というわけでですね、今回その果物盗難事件について触れていきたいと思います。警察庁の発表によると、農作物窃盗の認知件数は2017年の1年間で2694件で、過去5年間で563件減少してるのよ。しかしコロナ禍や天災の影響も手伝い、1件あたりの被害額は拡大してるのね。フルーツの窃盗事件は昔から起こっている犯罪であり、オフィスビルと異なり畑には鍵がかけられず、製造品とは違いシリアルナンバーなども振られることはないため、現行犯逮捕以外は難しくなってるのよ。10年はしてないな窃盗しろよそして近年になって、従来には存在しなかった販路で盗品を売りさばくケースが増えており、時代の変化とともにフルーツの窃盗事件を取り巻く状況にも変化が起きてるんだよ。これ加害者の多くが子供でしょ。あ、そうなんですか。多分ね、独断と偏見で多分独断と偏見だそして従来一般人がフルーツを売るのは路上販売や市場への持ち込みなどがルートとして存在しており、路上販売について言えば軽トラに産地直送などと札を立てて販売するケースであったのよ。そしてシーズンを過ぎて直売所に客足が絶えて、首都圏駅前に出張して販売する農家も存在するのね。その一方で、組織的に窃盗に及んだグループが売り子のアルバイトを雇い窃盗品を売りさばくケースもあるのよ。安くてうめえんだよ加害者じゃねえよそして果物の産地や品種を問い合わせても答えられない怪しい売人が目撃されるなど、農家が作りすぎたフルーツを販売するとは思えないケースも多く存在しているのね。いずれも目撃情報などから足がついて、後に余罪追及の過程や現行犯逮捕で検挙されていたのよ。これってさ、なんかその辺の野良犬とかがパクったんじゃねえの？どういう考察だそしてここに来てフリマアプリが新たな盗品の販路ルートになっており、この販路は従来の足がつきやすいものと比べ販売者側にリスクがない点が厄介なのよ。しかし素人目にはそれが盗品かどうかを判断するのは容易ではないもんね。フルーツの配送におけるコスト構造を理解し、販売者側の立場で考えてから買うのは難しいのよ。そして生鮮食品を販売する側が責任を持ち、盗品の販売ルートの温床とならないためにも、フリマアプリ業者は簡単な身分確認だけではなく販売における一定の規定を設けるなどメスを入れるべきなのね。過重でそう意味がわかんないそして仮に販売している果物が盗品で、事情を知らずに購入した人が後でその事実を知った場合、購入者は法的責任を問われる可能性があるの。盗品を売買した場合、刑法256条が定める盗品譲り受け等罪に問われる可能性がある。あ、じゃあそういう盗品を購入してしまった場合っていうのはもう早く食べないといけないんですか？証拠消すなそして盗品と知りながら買い取れば、有償譲り受けにあたり窃盗犯から頼まれて盗品と知りながら運搬や保管をしたり、盗品を買ってくれる人を探して値段交渉をしたりした場合も盗品譲り受け等罪に問われることになってしまうのよ。そして購入したものが盗品だと分かった場合、道義的には警察に通報するのがよく、盗品の売買を繰り返している売り主の再犯を防いだり、被害者の救済につながったりするのよ。安いからといって手を出すことで犯罪の幇助になってしまうことを忘れてはならないよね。参考にします捕まりてえよ